マイクロソフト Windows 11が登場します。新しい Windows は大切な人やことをもっと身近に感じられる体験を届けます。フレッシュな視点。 Windows 11ではやりたいことに集中できる落ち着いた雰囲気のクリエイティブなスペースを用意しています。スタートメニューを刷新し、連絡を取り合う人々やニュース、ゲーム、コンテンツとつながる新しい方法を提案します。 Windows 11はごく自然に考える、表現する、あるいは作り出す場所となります。生産性を上げる。新しくなったデスクトップやスナップレイアウトのようなツール、より直感的になったサイドッキング機能が使いたいアプリへのアクセスやマルチタスクをお手伝いします。つながる新しい形。マイクロソフト Teams ならデスクトップからすぐに、しかも簡単に大切な人々と連絡が取れます。相手のデバイスを気にする必要はありません。通話やチャットは無料です。コンテンツはユーザーがキュレート。マイクロソフトエッジと新たに用意されたウィジェットで、興味のあるニュースやエンターテインメント情報をすぐに見られます。新しくなったマイクロソフトストアでは、使いたいアプリやお気に入りの番組がより簡単に見つけられるようになりました。いつでもプレイタイム。 Windows 11のまるで現実のようなグラフィック性能がゲームを新しいレベルへと引き上げます。 Xbox ゲームパスでは100以上のハイクオリティなゲームにアクセス。お気に入りのゲームがきっと見つかるはずです。メンバーシップは別売り。あなたにぴったりの PC。 新しい Windows はパートナー各社が提供する最新のタッチディスプレイ、ペン、ボイスを搭載したデバイスで幅広く利用できます。自身にぴったりのデバイスがお手頃価格で見つかります。自分に合った PC を見つける。Windows 11を標準搭載したモデルはもちろん、 Windows 11の提供が開始された時に無料でアップグレードできる Windows 10 PC も用意されています。 OneDrive にファイルや写真をバックアップしておくと、新しい PC への移行がとても簡単です。リリースに向けて。Windows 11のリリースは2021年後半を予定されています。興味のある方はそれまでの間に準備を始めてください。互換性の確認。 PC 正常性チェックアプリ8を使用すると、お使いの PC で Windows 11を実行できるかを確認できます。概要欄にリンクを貼っておきます。システムの最小要件。システム要件と要件を満たすために設定を更新または変更できる一部の PC の詳細については概要欄のリンク先から確認できます。プロセッサ 1GHz 以上で2コア以上の 64bit 互換プロセッサまたはシステムオーナーチップ。メモリ4GB RAM。 ストレージ 64GB 以上の記憶装置。システムファームウェア UEFI セキュアブート対応。お使いの PC がこの要件を満たすようにする方法については概要欄のリンク先をご覧ください。 TPM トラステッドプラットフォームモジュールバージョン 2.0。 お使いの PC がこの要件を満たすようにする方法については概要欄のリンク先をご覧ください。グラフィックスカード。
ダイレクト X12 以上、WDDM2.0 ドライバーに対応。ディスプレイ、対角サイズ9インチ以上で、8ビットカラーの高解像度 720p ディスプレイ。インターネット接続、Windows 11、ホームエディションのセットアップには、マイクロソフトのアカウントとインターネット接続が必要です。アップグレードには、デバイスが Windows 10バージョン2004以降を実行している必要があります。設定、更新とセキュリティの Windows アップデートから、無料の更新が利用可能です。機能によっては、特定のハードウェアが必要になります。一部のアプリを実行するためのシステム要件は、Windows 11の最小デバイス仕様を超えます。インストールするアプリに固有のデバイス互換性情報をご確認ください。デバイスで利用可能なストレージは、インストール済みのアプリと更新により変わります。高性能で高機能の PC ではパフォーマンスが向上します。アップデートのための要件は、今後追加される可能性があります。6年ぶりにメジャーバージョンアップする最新 OS、Windows 11はいかがでしょうか。お使いの PC がくたびれてきているような方には、買い替えをするちょうどいいタイミングだと思います。それではまた次回お会いしましょう。